クマズモンガナのレイラで第2部を始めさせていただきました。お帰りなさいまし、お帰りなさいまし、ちょっと次もあの1曲カバーをさせていただきたいと思います。これから春だっちゅう感じにだん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 となってきますけれども、本当にね、お天気も良くなりの公園でもこうゴロゴロしやすくなりの、そんな季節の、まあ、青空にこう飛び上がるという上昇していく、そんな鳥の歌、僕のそのレコーディングとかの師匠であります、神戸キャップというあの芸術家のさんのコミュニティがございまして、そこで、あの音楽やってられる下田信彦さんというミュージシャンの方がいらっしゃいます。その方が作詞作曲して、その方のバンドキューツペリカンズというバンドで、やっている、まあ、僕が主に代表曲だと思います。この辺も一遍やったんですけど、もう一回でやりたいなということでやらせていただきます。聴いてください。ひばり。Bye.
スーツベンチで決まりお呼びしましょう。なるほど。いや、じゃあ右ね、開けて、左閉じて、右閉じて、右閉じて、開けてってね。あそこのフリーズね、実はその下田の藤田さんっていう人が、まあ、いろいろゲーム音楽とかもね、やってはったことがあったみたいでね、昔 の誰も知らんようなパソコンブームの時のゲームの時に、なんかロールプレイングゲームの、なんですか、BGM を任されたらしく、その時の、何ですか、キャラクターがレベルアップする時の、レベルが上がりましたみたいな時の、その音楽を、そのフレーズをそのまま自分でパチってこの歌にするし、それがね、もうそれ聞かれるまでハマる、ほんのハマり具合用できた歌だと思う。勉強になりっぱなしでございます。さてと、これ出すかな。皆さんはあれですかね、川べりに住んでいる人、手を挙げてください。川のある土地に住んでいる人、そんなにいない。ああ、街中だとあれかな、川に住んでる人、川に僕今ラスコ、僕は川に生まれ育ったんで、なんか川がないとなかなか息苦しくなったりするので、たまにそういうところに帰ったりしますけれども、そういう川の歌です。聞いてください。住吉川、ワン、ツー、スリー。
風が藤の花を揺らしたら聞けるような歌がいい。いやいやいや全然気にせんない。大丈夫？わかる？なんとなく？なんとなくかな。ちょっと曲目変更も辞さない構えやな。え？研修生がついていけません。そうか。研修生。あそこの、あの、せっかく来ていただいてるお子ちゃまのために、はい、これいけるわ。あ、頑張りいけるな。急遽変更してお届けしたいと思います。カテゴリーどこや、これ1やな。大丈夫、正直に言って大丈夫。大丈夫、大丈夫。恥かいても本だけや。そらそや、ベストを尽くしたいと思います。仕込みなしですが、ベストを尽くす。せっかくね、来ていただいてるのに、この夜遅まで。よし、それでは、僕が小学校の時のことを書いた歌です。聴いてください。猫捨て。Oh,
ロさんありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。泣きだなんか。猫泣きだなんか。失礼しました。無理やり。これじゃ。このヒロ一番誰に無茶振りかってヒロさんに無茶振りやったんですよ。ほんまにありがとうございます。あれね。2ヶ月前だよ、ドラ。ほんまはね、あんまりやれん、チャンネルは。あんまりやれん、チャンネルは。ほら、前だったの。なので、今の曲ね、でも久しぶりに聴いた方も多いんじゃないかと思いますよ。次の曲も結構ね、長いことひょっとしたらやってなかったかもしれません。な感じで言うと、そうそう、入れ替わったからね、スイカじゃないから入れ替わったから、なので、ちょっと待ちに待ってたという方もおろうかと多分いると思う。この曲、僕らもひょっとしたら久しぶりになるかもしれないです。聴いてください、花火。浮かんでいるのは他
ガジュマルプラネット3ヶ月に1回やっております。次は6月の予定では22日で、またねさせていただきますので、近々のライブといたしましては、新海一音楽祭また今年も出させていただくことになりました。ありがとうございます。5月12日の、日曜日の午後4時から、今回は歌舞伎前ステージ、神戸アートビレッジセンター前でございますね。お日様のところですね。屋根がないところ。去年は違う、去年ダウンドワン、おととしと一緒そうですね、はい、で、やっておりますので、もちろん無料でございますので、もう本当にお祭り騒ぎで、世界各国の料理が一堂に会するエリアもありの、楽しい一時になっておりますので、またねお越しいただければと思います。他には僕のソロワンマンとかも毎月第1土曜日相変わらずここで、細々ですが、ちゃんとつないでやっております。はい、でそんなとこかな。僕のソロワンマンライブはないよ。やろうよ、やろうよ。聞きたい。ある意味聞きたいですね。色で弾き語りライブ聞きたい。
ヤコさんのそのベースのなんかこうネックのとこについてるのそれは付箋あれ外したら死ぬんですけどこれ外したらめっちゃ怒るよ今にも外れそうな勢いだから曲中外れてもそれは、うん、外れへん外れへんファーシャープとか書いてあるからちょっと気持ちが伏線が外れないこと祈りながらワンシャープが外れたら終わりそれでは、まあこういう大きな今日も一日でしたねもう雲一つあるかないかよくわからないような、君とポカポカ公園で行ってみましょう Two of us One, two, three¡Suscríbete al canal!
ました。犬たちでした。聞こえましたか？浮き気持ってたけど。これ最後の曲とさせていただきます。本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。昔もプラネット、お送りいたしましたのは神戸東町町合楽団ギターひろめ、ギターのやっこ、そしてボーカル磯島佳弘でお送りいたしました。ありがとうございます。最後の曲はここでしか、するポイントがないという、そう、それですね、手拍子というやつでちょっと手伝っていただければと思うわけで、そう煽りたい。そしてちょっと手伝ってもらわんといかんところがあります。手伝ってもらわないとこの曲が始まらない仕組みになっております。それから僕がもう何も君の行く道に関しては心配することがないよって言われて、それを英語で Don't you worry about your way って聞くんで、あなたたちもいやいや君の道こそって感じで Your way って返してください。わかります。やってみましょうか。 Don't you worry about your way Your wayそれではこんな感じでもう一回いきますよ。どうなりにも